皆さんこんにちは。マラウイ共和国でユニセフの栄養担当オフィサーとして活動しております上田ゆりかと申します。マラウイでは栄養状態の良くない子どもたちがたくさんいます。特に重度の栄養不良と判定された子どもたちは保護者の方と一緒に定期的にクリニックに来て栄養カウンセリングを受けたり、ユニセフの支援によって配給されている栄養治療食を受け取ったりしています。アフリカで働くやりがいは未来を担っている子どもたちがたくさんいることと、その子どもたちの健やかな成長を支えるために村の人たちが一生懸命なところです。アフリカのすべての子どもたちに栄養を。私たちはこれからも栄養の分野で子どもたちの可能性を最大限に生かすことのできる社会を実現するため活動してまいります。